こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ところで霊夢、ちびまる子ちゃんの登場キャラに実在モデルが存在することを知っているか？主人公のまる子は作者である桜桃子さんがモデルよね。他のキャラクターにも実在モデルがいるの？そうなんだ、優しきソフト模造や、まる子の親友たまちゃんなど様々なキャラに実在モデルがいるんだぜ。知らなかった。しかし、実在モデルとはいえ、そのままキャラとして反映されてるわけではない。どういうこと？つまり、アニメでは温厚だけど実は、友蔵はめちゃめちゃ意地悪、だとか、か弱そうに見えるまる子の祖母は、実は強靭な胃袋の持ち主だとかな。何それ、とっても気になるわ。そうだろ、中にはクラスメイトの闇に関する都市伝説まであるぞ。怖いけど非常に気になるわね。だよな。ってことでちびまる子ちゃんの実在モデルに関する都市伝説を解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。たまちゃんのモデルはお金持ち説。まる子の親友といえば、たまちゃんなわけだがたまちゃんで思い浮かぶことってどんなことがある？メガネをかけたおさげの可愛い女の子で、お父さんが娘大好きってところかな？そうだよな、いつ何時もカメラ片手にたまちゃんを追いかけ回しているもんな。そんなたまちゃんの本名はほなみたまえ。父、母、たまえの3人家族で、ごくごく平凡な幸せ家族という感じだな。そうだね。そんなたまちゃんにも実在モデルが存在しているわけだが、かなりの裕福だったようだぜ。そうなの？大きな庭がある豪邸で、花輪くん以上の金持ちとも言われているんだぜ。そうなの？ちなみに、たまちゃんのトレードマークであるメガネについてだが、モデルとなった女性は中学生になってからかけていたようだぜ。そうなのね。まる子のモデルとなった桜桃子さんとは現実でも友達だったのかな？ああ、小学1年生の時に同じクラスになってから仲良くなったようだな。その後、ずっと親友関係であった二人だが、たまちゃんがアメリカの大学へ進学、まる子は地元の短大へ進学したことで、離れ離れになってしまったようだ。そうなのね。それにしてもアメリカの大学って、たまちゃんかっこいい。大学卒業後もアメリカ人男性と結婚をして、アメリカで暮らしているという情報もあるんだぜ。すごい。ちなみに、たまちゃんのお父さんは現実でもカメラを持ち歩いていたようなのだが、桃子さんが譲り受けたようなんだ。そうなの？現実でもカメラを持っていたなんて、アニメの世界そのものでワクワクしちゃうね。友蔵のモデルは意地悪説。アニメの世界そのものでワクワク、の気持ちを踏みにじるようで申し訳ないが、まる子の祖父友蔵は、現実では意地悪だったという逸話があるんだ。まる子に激ヤマでとっても優しいおじいちゃんのはずじゃ。そうだよな。しかしそれは、桜桃子さんの理想の祖父像をアニメに反映しているだけだ。実際は、意地悪で冷たい祖父のことが嫌いだったそうだ。桜桃子さんが高校2年生の時に亡くなってしまった。だが、家族誰一人として悲しむことはなく、エッセイ集桃の缶詰によると、祖父の亡骸を見て、姉はひっくり返って笑い出したり、わーい、おっしだー。と喜んだりと衝撃のエピソードが綴られているんだぜ。そんなに、桜桃子さんだけでなく、お姉さんやご家族もそこまで嫌いだなんて、一体全体どんな意地悪をしていたのかしら？桜桃子さんの貯金箱からお金を盗んだり、お風呂を覗こうとしたこともあったなど、なんともパンチラインの強いエピソードが存在している。ちょっと待って、お金盗む上に、覗き魔とは、犯罪だわ。あくまで噂レベルで確証はないが、余命ビリもひどかったようで家族全員ひどい目に遭っていたようだな。そうだったのね、アニメの友蔵さんからは、とても想像できないわ。ボケてしまったことでの強行とも言われていたようだが、その怪しさから、ボケを装っているのでは？と、桜桃子さんたち、家族は、祖父のずる賢さに頭を抱えていたようだぜ。なんだか切ないわ。まる子の姉のモデル、将来が悲惨説。祖父の亡骸を見て笑ってしまった桜桃子さんの姉だが、彼女にも衝撃のエピソードが存在しているんだ。どんなエピソードだろう？作中での姉といえば、おっちょこちょいなまる子に比べて、しっかり者で、怒りながらもまる子の面倒を見るざ、姉、といった印象だよな。学校の図書室で、高熱のために倒れたまる子を急いで家に連れて帰った時は、なんて妹思いの優しいお姉ちゃんなんだろうって感激したもの。そんなこともあったな。しかもその時は、まる子と咲子は喧嘩中だったんだよな。そうそう。そんな咲子のモデルは、桜桃子さんの実子なんだぜ。実のお姉さんもしっかり者なのかな？それがそうでもないようだ。桜桃子さんのエッセイ集に実子について書かれているんだが、姉の名前は、山田のり子さん、中学進学を機に総局部に入部、琴を購入するもあまり使用しないまま放置してしまうなど飽きっぽい性格だったようだな。また、小児喘息を患っていたこともあり幼い頃から心配が絶えない子供だったようだぜ。なんだか意外ね。
そうだよな、そんなのりこさんだが、ネットでは様々な噂が飛び交っているんだ。母親の年金で暮らし引きこもり生活をしているという話や、男に騙され、多額の借金を背負っているなど驚きのエピソードが存在しているんだ。実に悲惨すぎないか？そうだね、でもこれ本当なの？それがどれも噂止まりで確証はないんだ。しかし、実際にあった話として、母親にお見合いを無理強いされたことが原因で母と険悪の仲になったことがあるらしいんだ。ええ、あまりの姉の怒りように家庭崩壊の危機を感じるほどだったそうだぜ。お見合いを強要されるのは嫌だよね。さらに念願だった保育士として働いていた時スクーター事故にあったんだ。保育士を辞めざるを得なくなり OL に転職したらしいな。そうだったの。家庭崩壊の危機にあったり事故してしまったり、大変だったわね。そうだな、作中でも、美人扱いされていた咲子だが、現実でも、実子ののりこさんは、幼い頃フランス人形のようだと言われるほど美人だったそうだ。姉にコンプレックスを抱いていたと、桜ももこさんも告白しているんだぜ。そうなんだね、桜ももこさんも可愛らしいのに。喧嘩もたくさんするけど、絆の深い、桜姉妹に憧れる方も多いよね。おばあちゃんのモデルは最強の胃袋説。続いて、マルコの祖母についてのエピソードを紹介していくぜ。ワクワク。マルコの祖母といえば、穏やかな口調の可愛らしいおばあちゃんだよな。お団子とメガネがトレードマークで、優しさが見た目にも溢れ出ているよね。名前は桜子竹。マルコの父である広志の実母で、広志にだけは厳しく叱ることがあるんだぜ。そうだね、小竹さんのモデルも、桜桃子さんの祖母がモデルなの？ああ、そうなんだ。しかし友蔵同様、温厚な性格はアニメの世界だけのようだな。そうなの？家族や孫ともうまくいっていなかったようだ。そして、アニメの小竹さんからは想像もつかない強靭な胃袋を持っているらしい。どういうこと？カビの生えたパンや、灰まみれの餅など平気で食べていたようだな。カビの生えたパンも驚きだけど、灰まみれの餅ってどういう状況？火鉢に誤って落としてしまったんだ。そういうことか。って普通食べないわよ。そうだよな。何でも薬になるというのが口癖だったようであらゆるものを口にしていたんだぜ。ええ、肺とかカビとか絶対体に良くないのに、それでも元気にピンピンしているとは、強靭な胃袋の持ち主と言われていることに納得だね。そうだよな、しかし、いつもそんなものばかり食していたわけではないんだ。お赤飯や甘納豆が大好きだったんだぜ。おばあちゃんらしくてなんだか可愛いわね。父広志のモデルは八百屋説。桜家の大黒柱である広志を忘れちゃいけないよな。ちょっと待って、広志って大黒柱なんだろうけど、本当にちゃんと働いているのかしら？まあそうだよな、作中での広志は、職業不明だし、ぐうたらしている姿ばかり見かけるから、そもそも働いているのかさえ不明だよな。そうそう、でも桜家で、働いているのは広志しかいないから、何かしらの仕事はしているとは思いたいけど。そうだな、そんな広志にも実在モデルが存在するんだぜ。桜桃子さんの父親がモデルとなっているんだ。実のお父さんの名前も広志だったりして？そうなんだ。桜桃子さんの父親の名前も広志というんだぜ。そうなのね。なんだか一気に親近感湧いちゃう。作中、広志の勤務先については不明なわけだが、現実の広志さんは三浦製菓店という八百屋の店長なんだ。八百屋さんなの？びっくり。そうだよな。現実の広志さんについては、桃子さんのエッセイ集に書かれているんだ。昭和9年に清水市で生まれて以降、同じ場所で育った広志さん。幼少期からのんき者だったようで、ただただ酒と魚を食べて生きているのだそうだ。アニメの広志そのものじゃない。ああ、そうなんだ。姉の咲子や、祖父母は、アニメと現実で正反対のキャラクターだったが、広志はそのまんまのキャラクターであることに、ちびまる子ちゃんファンの方々も喜ぶ方が多いんだぜ。そうだね。でもまさか八百屋さんだったなんて、どうしてアニメの中で職業は八百屋さんにしなかったんだろう？桜桃子さんの一人相撲には、桜製菓店という店名で登場していて、マルコの母であり、広志の妻のスミレが手伝っている設定が存在しているんだ。ちびまる子ちゃんの中で、その描写が出てこないのには理由があるんだぜ。まず一つ目は、野菜や果物を描くのが面倒だったからということ。そして二つ目は、一般家庭に憧れたということだ。野菜や果物って絵が細かいからかな。一般家庭に憧れたというのは、商売をしている家じゃなくサラリーマンとか、世間一般のお父さんに憧れたということかな？ああ、そうなんだ。父親がサラリーマンで、母親は専業主婦の家庭に憧れていたようで、アニメの中の桜家に桜桃子さんは自分の夢を投影したんだ。そうなのね。お家が八百屋さんなんて逆に憧れるけどな。子供の頃からの夢だったそうだが子供らしくて可愛らしいよな。うんうん。母のモデルは年金で隠居説。祖
そして、マルコの母親についての逸話も存在しているんだぜ。マルコの母親はよく怒るが常に子供を思っている印象だよな。うん、厳しく感じるけど、実はとっても優しくて温かいお母さんよね。母スミレのモデルとなっているのは桜桃子さんの実母なんだぜ。家族は、そのまま現実の家族全員をモデルにしているんだね。そうだな、マルコのクラスメイトである浜地も現実にモデルが存在するわけだが、そのモデル浜崎のりたかさんは著書を出版されている。浜崎さんによると、桜桃子さんの母親はアニメより太っているが、髪型や顔は、アニメのスミレそのものだそうだ。そしてアニメの中では、専業主婦だったが、現実では夫ヒロシの八百屋を手伝っていたんだ。そうなのね。髪型や顔がアニメそのものなんて、ファンとしてはワクワクするわね。八百屋を手伝っていた姿をよく見かけたのは、現在56歳の浜崎さんが30代後半の頃のようで、20年近く経った現在では八百屋を畳んでヒロシと共に、東京永住、隠居となり年金で暮らしているようだぜ。ヒロシと結婚する前は、看護師として働いていたという情報もあるんだ。元看護師さんなのね、ヒロシさんと共に幸せに暮らしているといいなぁ。花輪くんのモデルはヤクザの息子説。続いて紹介するのは、花輪くんについてのエピソードだぜ。花輪くんといえば超がつくお金持ちのお坊ちゃまで、ナルシストの髪なびかせ系男子だよね。そうだな、そんな花輪くんだが、実はヤクザの息子という噂が囁かれているんだ。ヤクザの息子？どうして？なんでも花輪くんの家は貿易商をしているそうで、送り迎えも黒塗りの車。そして、両親はなかなか顔を出さないときた。秘密の裏取引や、輸出入をしているのでは。そこから、実はヤクザの息子説が誕生したようだな。そういうことか、花輪くんのお母さんの登場シーンを何度か見たことがあるけど、ヤクザの奥様という感じは微塵もなかったけどな。控えめで優しく、清楚な美人さんといった印象だよね。ああ、そうだよな、もし噂が本当なら、極道の妻ということになるからな。そうだよね、そんな確証はあるの？それがないんだ。霊夢の言うように単なる噂で、視聴者の憶測から囁かれたんだろうな。そこで気になるのが、花輪くんの実在モデルじゃないか？気になるわ。花輪くんのモデルになるくらいだから、お金持ちのハーフとか、イメージ的には、マットさんみたいな感じとか？それが、女性なんだぜ。女性？ああ、病院長の娘で、桜桃子さんや、浜地の実在モデル浜崎さんと同じ学校だったようだぜ。中学生の時に同じクラスになったという浜崎さんによると、中学生にしては、混ぜた女の子で気さくな人柄だったそうだ。白い豪邸に住んでいて、高級車が3台も泊まっていたとの情報もあるんだ。父親が亡くなってからというもの病院の経営に回ったそうだが、高校卒業後上京し、桜桃子さんと共に編集の仕事をしている。ちなみに、桜桃子さんと高校も同じだったようだぜ。ジャーナリストを目指していたこともあると浜崎さんは語っているんだ。花輪くんの実在モデルが、女性というだけでも驚きなのに、病院長のお嬢さんで、桜桃子さんと編集のお仕事をしてたなんてびっくり。そうだよな。でもお金持ちであることに変わりはなかったし、白い豪邸や高級車が花輪くんを連想できるよな。ちなみに、なぜモデルにした女性を男性キャラクターにしたのかは不明なんだよな。ヘイベイビーなどというようなキャラクターではなかったようだぜ。消えたクラスメイトの闇。そして、最大の闇とも言うべき、こちらのエピソードを紹介しよう。最大の闇？なんだろう？まず一つ目に解説するのは、ユミコちゃんは自殺した説だ。え？どういうこと？ユミコちゃんというのは、連載当初に登場していたマルコの友達なんだぜ。マルコ、タマエ、ユミコちゃんの3人で学校生活を共にしていたんだ。3人組で仲良しだったのね。ああ、その後、今ではすっかりおなじみキャラであるトシコちゃんが加入。4人で仲良く遊ぶ姿が見られたが、ユミコちゃんは、ある日突如として、いなくなってしまうんだ。そんなユミコちゃんの最後のセリフは、ありがとう、マルちゃん、またね、だったという。え？どこかへ転校してしまったとか？それとも、本当に自殺してしまった？最後のセリフがなんとも闇が深いよな。その後、ユミコちゃんの姿はあたかもなかったかのようにフェードアウト。ユミコちゃんポジションは、トシコちゃんになったというわけさ。このことから実在モデルが自殺しているのでは？という憶測も飛び交ったが不明なままなんだ。しかし、実際もしそうだとして、そんな重大なことをアニメに反映させるだろうか？そうは思えないよな。ましてや親友だった子だぞ。ここで、ユミコちゃん消失の要因として挙げられるのが、第2期アニメのための改編だ。ちびまる子ちゃんのアニメ第1期の放送は、1990年1月から1992年の9月。
その後、約2年半の時を経て、1995年1月にアニメ第2期の放送が開始されたんだ。ユミコちゃんは、マルコの親友だったが、キャラクター的には個性が薄い。そこで、個性の強いキャラクターや、新たなキャラクターを入れることで、面白さや人気をアップさせるべく、登場キャラクターを見直したのでは、と、言われているんだぜ。2000年頃を境に姿を消しているということからアニメ第2期の放送がされてるとともに、登場キャラクター改変を行っていったのかもしれないな。そうなのね。寂しいけど、そういうことなら、またいつかユミコちゃんに会えたらいいな。そうだよな。その後、もう二度と登場しないかと思われたユミコちゃんだが、2022年5月8日の放送で再登場しているんだ。そうなの。ユミコちゃん再登場は、原作ファンの方や、アニメ第1期から見ている方は嬉しいね。そうだな。笹山さんとキャラかぶりとも言われていたから、ユミコのキャラが確立されたら嬉しいよな。そして今後もメインキャラとして登場してくれることを願いたいぜ。そしてもう一人、アニメから姿を消した人物がいるんだ。誰かしら？エビスくんという男の子で、茶髪イケメンで脇役ながら人気の高いキャラだったんだぜ。丸尾くんと学級委員長の座をかけて競い合ったこともあるんだ。そうなの？ああ、準レギュラー的なポジションにいながら、彼もいつしか姿を消した。ユミコちゃん同様、原作からのキャラクターでアニメ第1期から登場していたのにな。やはりファンや視聴者からは悲しみと驚きの声で溢れたんだ。エビスくんもユミコちゃんみたいに、キャラの入れ替えで消えてしまったのかな？ああ、おそらくな。しかし、エビスくんにも黒い噂が存在しているのは事実だ。実在モデルになった男性が犯罪を犯したからアニメから消されたのでは？と、なんともひどいエピソードだ。エビスくんってそんなキャラクターではないわよね。ああ、彼は責任感が強く、クラスの女子からの信頼も厚い。丸尾くん情報によると、7人の女子クラスメイトから憧れられる存在だったようだ。そんな人が犯罪だなんて、ありえないわ。そうだよな。確証はないし、こちらも視聴者の憶測が広がってしまったのだろう。ユミコちゃんのように、またカムバックしてくれるといいよな。ちびまる子ちゃんの登場キャラは、ほとんどが実在する方をモデルにしているよな。まさか友蔵が、意地悪で厳しい人間だったなんてびっくりしたわ。そうだよな、家族に関しては、桜桃子さんの理想がアニメに投影されているんだな。それにしても、花輪くんの実在モデルが女の子だったなんてびっくりだったな。そうだな、消えたクラスメイトユミコちゃんやエビスくんの話も衝撃的だったが、実際は、登場キャラの入れ替えが要因だったようだな。ユミコちゃんのようにエビスくんもアニメでまた見てみたいな。ああ、そうだな。ってことで今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもくれると嬉しいぜ。それじゃあ、またねー。